今回前哨戦、全選手からもう2回取ってるし、直接対決いっぱいもしたいんで、この勢いのまま明日流れ山、自分が五冠王になる瞬間を全日本ファンの皆さんに、プレスファンの皆さんに見せれるかなと思います。まあ全選手も調子良さそうなんでね、そこはめちゃめちゃ楽しみ、過去の三冠戦に負けない、それ以上の戦いをして自分が五冠をなりたいなと思います。ありがとうございました。よし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 、やったー、やったよ。まあ結果まだ分かんないですよね。まだ一皮まだ残ってんじゃないですかね。あとね、この次の2試合次第だけども、まあ待ちますよ、切符を待ちますよ。そうですね、それしかできないから、とりあえず今日は今の時点では首の回転が繋がってるんですよ。切符を待ちますよ。やったぜ。よしよしよし。まあ最初言ったけど、最初僕が2敗したけど、そっからめちゃめちゃ上げてったよ。そして僕のテンションもめちゃめちゃ上がってって、今日はもうハイテンションマックスになったぜ。絶対諦めないからな、絶対諦めないからな。いやーまさか、まさかって言い方してるかもしれないけど、あそこに足元救われるとはな。まあ彼らもね、まあ負け越して帰れないっていうね思いが最後に出たんだろうし、でもなんか6点で次セミファイナルは丸山武田が勝ったら6点、そうですね、でメインが6点、これ両者リングアウトになったらお前6チーム6点で、もう一回やり直したらいいんじゃないか、リーグ戦。このなシリーズ楽しかったしな。じゃあメインが両者リングアウトになることを祈って、もう一回行くぞ、もう一回最初からやり直したらリーグ戦。ブラック君覗いてな、あそこはいいやん。まあでもね、この後の結果待ちになってしまうけど、まあ、本当に有意義にね、本当に旬もね、非常に名前が売れたと思うし、俺もまたね、いろんな人と当たれて若返れたし、まあ、必ずこれをね、ドラゴンゲートのリングにね、持って帰って、まだまだこんなこの2人で、望月道場で暴れますんで、まあ、あとは結果待ちだ、結果待ち、はい、ありがとうございます。いやー、丸山さん、やっぱり持ってますよ、この人は、ね、大丈夫ですか、首があんな筋肉ムキムキのやつらに首流れたら困っちまうよ。でも最後はよ、気持ちで取ったんじゃないですか、これね。これはもう最後取られるかと思ったけど、俺も必死でやった。こんな結果でも最高じゃないですか。でも大丈夫ですか。42歳で、痛くて泣いちゃった。痛けりゃ泣くよ、痛けりゃ泣く、大人だって泣くよ。痛いよ。泣いてるけど今日勝ったの、誰もそのぞ。リーグ戦これどうなんだよ、優勝できるのかな。これ次の試合で両者人が両チーム0点に終わったら同点。よしよし、同点になった瞬間にリング上がってやるから、畜生。まあ、プロレスはこういうのも含めてプロレスだし、常に勝つなんてありえないからね。まあ、でも去年の準優勝だしでしょ。ちょっと甘く見てたかもしれない。こんだけ時間引っ張られてね、でも次見えてるものもあるからね、やっぱこの
これだとこれで終わりはちょっと痛いかなと思うんで、やっぱり陣やないけどヘビに通用するぐらいチームだと思うんで、世界タッグアジア狙っていきたいね。いきなり世界タッグっつってもね、ダイヤルのせいだからアジアだから行きましょう。行きましょう。アジア。ああ次、大森高尾と小高勲でしょ。ああ何の遜色もないでしょ。ああトータル的なウェイトだって同じくらいだよ。まあ、副社長大決だ。そうだね。ああいける。ヘビーも食える。全然問題ない。ああ OK、また終わりじゃない。アクションだ。一つ限りの田尻さんとのタッグ、もともと俺は実績が欲しいと言って、田尻さんは俺と一緒に組んで優勝させることが使命だって言った。俺は自分の実績が欲しい、自分の目標のためにも今日こうやって結果を出したし、田尻さんの思いにも応えるために俺はこの夏一生懸命やってきた。7月俺田尻さん裏切ってるからね、実績取るとか言って田尻さんが立て続けにがおら世界タッグ挑戦したことにちょっと焦った気持ちもあったかもしれない。それで挑戦したけど落とした、そっから1ヶ月ちょっと、何とは言わないけど俺の中で変わっていくものがあった、だから、今日この結果になったと思う。でも今日の結果は今日で終わり、トロフィーもない、田尻さんもいない、今日この時点から俺は一人岩本浩二として一プロレスラーとしてやっていくし、名を上げていくし、結果も残していく。そのスタートが明日流山だ。ここ取らなくちゃ今日の優勝も田尻さんとのひと夏のかけろも意味をなさなくなってくる。だから今日の結果しっかり受け止めて、今日は今日、今日で終わり、明日は明日で、岩本浩二個人として指導する。ひと夏のかげろうは今日でフィニッシュだ。